海殻島は、いわゆる北方領土のボマ前群島にある停止を放置。北海道根室半島のノサップ岬の北東沖合 3.7km に位置し、北方領土の島の中では最も日本本土に近い。名称はアイヌ語の海殻位に由来する。ロシア語地名はシグナリヌイ島。ノサップ岬と水晶島を隔てる海峡、五マイ水道のほぼ中間地点にあり。 ノサップ岬からの距離は3 7トルである。硬い歴岩、火星岩で構成され、貝殻島灯台が設置されている。1937年に日本により建設され、点灯した貝殻島灯台がある。貝殻島灯台は、灯台基部とともに基礎部分の劣化が進み、傾いた姿が、ノサップ岬から目視で確認できる。1957年より、 ソビエト連邦が実行支配しているため日本の当局による保守、点検ができない。現在に至るまでロシア側が管理を行っているが、電池切れが原因とみられる長期の消灯を40回以上繰り返している。2020年11月現在は2014年11月4日から消灯状態となっている。2017年9月7日に行われた日露首脳会談では、 貝殻島灯台の改修事業を検討することが合意された。戦前から昆布のよく取れる海域とされていた。現在もロシア連邦が占領、実行支配しているが、日本も領有権を主張している。当該地域の領有権に関する詳細は、北方領土問題の項目を、ロシア側の現状などに関しては、サハリン州の項目を参照のこと。 野サップ岬にある望郷の家に設置された望遠鏡からは貝殻島灯台を見ることができ、肉眼でも小さい棒のように飛び出した貝殻島灯台を見ることもできる。毎年11月1日から4月30日まで、地元ハボマイ漁業共同組合では、北方領土を間近に望む本土最東端パノラマクルーズを行っており、野サップ岬。 貝殻島東大中間点から貝殻島を間近に見ることもできる。ありがとうございます。